キム・ジョンウンとプーチン大統領の東アジアでのね、極東での会談というのは何を意味しているかというと、もちろんアメリカを意識しています。一つ何でしょうか。大陸間弾道弾ミサイルのそういう技術、それから衛星監視システムのね技術、それからもっと言うと潜水艦のね技術が全くないんで、そういうものの技術供与する、すぐにやるということじゃないですよ。で、潜水艦の技術も供与するかどうか分かりませんよ。しないと思います、やるって言いながら。でもその意味というのは何が起こるかといったら、こう考えてください。もしウクライナに核兵器があったらロシアは侵攻したろうかと。つまり持ってるんですよ、はい、北朝鮮は。つまり米国は自分の戦い、ロシアの石油利権や、ね、穀物利権、それからプーチン体制の打倒というものを狙ってロシアを挑発してね、ずっとね、ポーランドからウクライナの2014年あたりから、それからミンスク合意でって何度も言ってますけど、メルケル自体が実はロシアを騙す合意だったと、やるつもりなんかなかったと。ミンスク合意破ってまたロシア人が殺されたわけ、たくさんね、それで入ることになったんですけど、こういうものを踏まえてアメリカの目的はそうだったんですけども、ロシアにとってね、はい、今回の戦争というのは思わぬところで、ひょうたんから駒というより狙ってたかも分かりませんけど、米国がいなくても世界は動く、ね、それからもう一つ、中国と米国、これから世界を今までリードしてきたと思っていたのが、実はグローバルサウス、核兵器を持った国がくっつけば相当強力な、そしてウクライナにアメリカが核兵器を与えることになるというような形のものとして、中国と北朝鮮の連携がある。これね、本当に戦後の保守の人たちこういう視点がないんで言いますけども、北朝鮮が一番怖いのは、アメリカがもちろん攻撃するのは怖いことはあるかも分かりませんが、それ以上に中国共産党政権が金正恩王朝というかね、今金日成から金正恩ジュンまで3代にわたった金王朝を打倒すること、打倒されること、これが怖い。まあ、キム・ジョンイルもそうなんですけど、ずっと中国とも仲良くする、ロシアとも仲良くするってやり方してきたんだけど、キム・ジョンナムっていう長男が殺されたでしょ、暗殺というのを見たように、中国は変えたかったわけですね。それは知ってるんです。いつ寝首をかかれるかわからないということを考えながら、でも中国とは友好を表しながら一番怖がってる、で北朝鮮を自分の影響下に置きたいというのは中国そうなんです、で中国の外交戦略は一時は左翼政権ね、韓国の、これによって中国の影響下に置いたんです、南半分をね。ところが今ユン政権となって、今ユン政権はアメリカとバイデンとくっついてる、でこういう状態になってます。その時北朝鮮の状態は何かと言ったら、自分の影響下に置けないように、金正恩はプーチンと会って、はい、俺は習近平さん、あんたの言うことは聞きませんよと、もし必要だったらいつでも北京や上海やチンタオやこういうところに核兵器をぶつけますよ。だから一切手が出ないんです。で有効有効ってことで援助もせざるを得ない状態にずっとやってきた。ところが本当にくっついてたら、前にもちょっと番組でも言ったと思いますけど、やっぱりロシアだったっていうね。でロシアとくっつくことによって、ロシアは何をじゃあ手に入れるんだ。ロシアがこれだけの有効なことをやると、アメリカは簡単に北朝鮮核攻撃できなくなるんです。それは何を狙ってるかというと、これ馬淵さんとかね、いろんな人たちが言ってるのは、台湾海峡に起こるよりもどっちかっていうと北朝鮮の中に起こるかもわからない。アメリカが次の混乱をね、でそれを察知してるから、もうやたらめったらミサイルは撃ちまくる、あの実験と称してね、でこういうような形で潰されないぞと。で中国と米国が結託して北朝鮮をそういう場所にする可能性あるんです。これ本当にみんなびっくりするかもわからないけども、力関係、バランスオブパワー、地政学的な意味で言えばね、中国が支配してくれた方がいいかもわからないんです、彼らは。ところが今敵はロシアになってるわけですね、アメリカの。その敵のロシアと金正恩がくっついたっていうのは、アメリカからの攻撃、あるいは中国からの攻撃、これ受けられない。もしこれだけのことやったら核戦争確保しなきゃいけない、中国もそういうことで。つまり金正恩がやった成果というのは、実は北朝鮮に自分たちの核を最大限利用して、中国からもアメリカからも、あるいは韓国や日本の連合軍というかね、こういう下っ端のね、現場で殺し合うことをやる、そういう人たちともやれないように、
ロシアという、まあ、同盟ですね、一種のね、はい、これをやったということなんですよ。で、中国は北朝鮮に自分の影響下に置くことができなくなった、うん、よくね、あの一般の人たちは北朝鮮から武器弾薬のね供与を受ける、ロシアはねそういった戦略兵器のねロケット技術とかそういうのを供与を受ける、それはもちろんやるでしょう。でも一番の大きな問題は心の中に核を持った、そして何をするかわからないを売り物にしてきた北朝鮮がロシアのプーチンの、まあ、傘下というかね、はい、基本的には中国とも仲良くしてますよって言いながら、うん、現実にはロシアの影響下に入った、全て認めたんですよ、異業と言ったんです、プーチンのねやったことをね。こういうようなことを我々は見逃しちゃいけないというね、